こんにちは、山田です。皆さん、本は読んでますか？まあ、学校の宿題とか何か課題が出てるかもしれませんけど、例えば、まあ、いつもだったら、道場に来る時間を使って本を読むとか、時間を作ってぜひ本を読んでほしいというお話を、この間しましたけども、今日はもう一つできればやってほしいと思うことを、お話しします。それは、まあ、せっかく本を読んだのであれば、その本の、読書感想文を書くと。そうでなくても、文章を書く癖っていうのは僕は、まあ、つけた方がいいなと個人的には思っておすすめしたいんですけど、まあ、せっかく本を読んだのであれば、それがね、いい題材になると思いますので、ぜひ感想文を書いていただきたいなと思います。で、ここでですね、まあ、これは僕が個人的にいろいろと考えたことですけど、読書感想文を書くコツ、これをお話ししたいと思います。読書感想文にはですね、絶対にやってはいけないことと、あまりやらない方がいいことの2つがあります。まず絶対にやってはいけないことは、その本のストーリーを書いてしまうことです。だいたい僕も記憶にあるんですけど、感想文、学校で課題が出て面倒くさいなとか思いながら書いてると、とうとうその本の、ストーリーを書いて終わってしまうと。よくありました。これは最もやってはいけないことです。むしろその感想文を読んで、ははー、これは多分あの本のことだなって思うぐらい、ストーリーには触れない方がいいかなと思います。それとですね、あまりやらない方がいいというのは、まあ、それに関連しますけど、本の題名を題名にしてしまう。例えば、坊ちゃんを読んでとか、本のタイトルをですね、その読書感想文のタイトルにつけてしまう。これもですね、あまり、面白くないと思います。で、じゃあね、どうすればいいかと。コツが1個あります。まずですね、ショッキングリードっていう言葉を覚えてください。いきなり文頭をですね、初めからショッキングなことを書く。例えば、桃太郎を読んで、感想文を書こうとした時に、例えば、川上から桃が流れてきました、おばあさんがそれを切りましたと、そう書くんではなくて、文頭、冒頭、いきなり、まさか桃から人が生まれるなんてとか、その自分が一番そのストーリーでびっくりしたところを書く。そして、次に、どうしてそれをそう思ったかっていうことを書いていく。まあ、まさに感想ですよね。まあ、いろんな、ね、本があるし、いろんな物語があるし、まあ、小説ではなく物語ではなく、まあ、例えば、こうドキュメンタリー的な本もあるでしょうし、なかなか感想文というのは難しいと思うんですけど、感想文をおすすめするのは、本を読んで、そのせっかく読んだその、内容や時間をですね、まあ、できるだけせっかく読んだんだから何かを感じておいて、それがなんか後々役に立つっていうのがいいかと思うんで、ぜひ読書感想文を書いてください。どうもありがとうございました。